こんにちは、久保です。今日ね、ちょっとさっき立花隆さんの動画を見ていて、非常にね、恐ろしいことが起きてるんだなっていうふうなことを再確認しました。これ実はね、数年前私も体験してることでもあるんですけども、どういうことかというと、裁判官が完全に買収されているということなんですよ。でこれね、立花隆さんの動画を見て、ああそうなんだっていうふうに思いましたけども、これ違うよって意見があったらぜひね、聞いてみたいなと思います。事件の概要っていうのは、この裁判の概要っていうのはね、動画説明欄に立花さんの動画をつけておきますので、そちらの方をご覧いただければと思いますけども、単純に言ってですね、正直な人と悪い人がいます。悪い人が裁判で勝つために、裁判を取り仕切る裁判官が、これ堀内章っていう裁判官とね、高瀬、純久というね、裁判官いるんですけども、この2人がですね、正直な人に不利な証拠を採用して悪い人を勝たしてるんですよ。これはね、何度か私もね、目にしたんですが、今回はちょっと極めつけですね。これをね、立花隆さんが実名入りで出すというね。でもしこの堀内さんにしても高瀬さんにしても違うってことでしたら、名誉毀損で立花さんを訴えることもできる。それを覚悟して流してるそうなんですよ。これは立花さんの動画を見て、私はシンプルに、このなんか裁判官腐ってるなと、司法制度終わってるなと、森雅子法務大臣もこれダメだなと、ね、今森雅子、ね、外務大臣終わりましたけど、外務大臣じゃないや、法務大臣はね、終わりましたけども、ひどいなと思いましたね。これはね、黒川検事総長の言われた麻雀がありますよね、賭け麻雀、これ不起訴なわけですよ。逮捕されてないんですよ。もちろんいろんな解釈あると思いますよ。私の目から見ると、あれほどはっきり本人が賭け麻雀を何年もしてるって言われれば、何らかの処分しないといけないでしょ。地位ある方ですからね。ところがですね、その後1ヶ月ぐらい経ってから、ある個人的な麻雀の賭け事、これも黒川検事総長とほぼ同じようなね、条件でお金のやり取りがあったそうですけども、こちらの方は逮捕されてるんですよね。そして未だに黒川さんは1000点100円の麻雀をやったと公言して、お咎めなしなのに、日本全国のね、麻雀店っていうのは1000点100円っていうね、お金をかけている麻雀をはっきりと言えずにいるというね、公然の秘密なわけですよ。地元の警察も知ってますよ。だからね、その司法制度って結局は自分の出席とか就職活動のために、うちうちで使ってるね、上級国民のアイテムであって、国民を、公平に裁こうなんて思ってないんですよね。もちろん一生懸命、法に基づいてやってくださっている、意欲に燃えた裁判官の方もいらっしゃると思うんですけども、こういうふうなね、堀内さんとか高橋さんみたいな人の例があると、この人たちは要するに上級国民に寄り添って出世してるわけですから、上級国民の仲間入りするわけですよ。でこういう人たちが上級国民にいると、若手もね、上級国民に睨まれちゃいけないから、インチキな判断をせざるを得ないんですよ。でそういう方が両親の家畜に耐えかねて、近畿財務局のね、赤木さんみたいに自殺してしまうかもしれませんし、少なくとも退職をしてしまうかもしれません。どこかで自分の仕事の正義に苛まれて、愚痴って誰かに暴露することもあるかもしれませんよね。で実際それはもう始まってます。その司法っていう世界がどうなっているのかってことはね、だいぶ漏らしてる人がいますよ。だから正直な方にとっては、自分たちの業界がそういうふうにね、闇を暴かれていくっていうのはいいことでもあるし、まあ悪いことでもあるだろうなと映りますけども、どちらにしても私たちはインターネットがなかった時は、ただ黙って冤罪を受け入れるしかなかった、そんなことが多かったと思います。悔しい思いをして獄中で死亡された方もいるでしょう。無実で人生を奪われる、そして無実の罪を着せた人はまんまと出世する、この形がずっとあったわけなんですけども、やっとこれがですね、まともに動いていきそうな気がしましたね。立花隆さんが、動画を上げてくださってるおかげだと思います。まあ立花さんに対しては、人間的にどうかなっていう人もいるのは分かってますけども、言ってることでやってることは、この日本の国内で最も正直なんじゃないですかね。そういう方が日本に9つしかない政党の代表をしているってことが、まさに
力なき国民の唯一のね希望なんじゃないかなと思いますよね。だから個人的に好き嫌いは置いといて、やってることは間違いなく国民一人一人の盗まれた人生を取り戻すための孤独な戦いなんだろうなと思いますね。今日はね、堀内、高瀬両裁判官についての動画を見ての感想をお送りしました。何か分かることがあったらね、私にも教えていただきたいと思います。まあ、私もね、偉そうに言えたことはない間違いだらけの人生ですから、まあ何もね、なすことはなかったと思いますけども、少なくとも正直に生きていたいなっていう矜持だけはね、忘れないようにしたいと思います。では失礼します。